ミスター吉田のクラブは打たなきゃわからない。本日は、はい、こちらでございます。グラファイトデザインさんのツアー AD UB、 こちらを打っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、今日は手持ちカメラが、はい、川瀬くんが担当して、キャメセです。キャメセ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあはけていいよ。はい。そしてなんとですね、今日は福岡から大物ゲストが来てくださっております。どうぞ。こんにちは、大物です。体が大きいだけではなくてですね、はい、福岡では番組まで、あ、そうです、はいはい、持ってらっしゃる、はいはいはい、ご自己紹介を。福岡から来ましたアンチャンネルの安藤雄一と言います、よろしくお願いします。はい、今日はこの3人で、はいはいはい、この3人で、はい、お願いします。若干噛み合ってないですけども、はい、打っていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで藤原 6S 打ってみたいと思います。どうでしょうか。今年のシャフトは結構ブルーカラーが多いですね。今度の間宮さんのキングも青系かなだと思いますので、ちょっとこれを打ってみたいと思います。なんですけど、今日僕がちょっと気にしているのは、まあ、DEI の後継粘り系シャフトということで、僕はこれスライスしか打てないんじゃないかっていう恐れを持ちながら打ってみたいと思います。よろしくお願いします。ワックルした感じはなんか思ったより粘り系にしてはしっかりしてるような雰囲気あるんですけど、ちょっとワンタッチした、ワンタッチ。でもやっぱ振ると手元のしなり感はやっぱりあって、先が動いてる感じはないんですけど、先は暴れない。でも振り抜き感はすごくいいです。僕暴れない系のシャフトがすごい好きなんですけど、先の変な動きはやっぱりなくて、でもやっぱ少し手元粘る。で、今僕、藤倉さんのベンタスブラック使わせてもらってるんですけども、それに比べるとやっぱり手元は少ししなってくれる感じなので、振りやすい感じはあります。なんですけど、そのしなる感じが僕は1個遅れてくるかなっていう感じがします。なんですけど、あのベンタスブラックやっぱ硬いなって思ってる人には、すごく先が全然動いてなくて、感覚的にはもうこの辺からこの辺動いてないような雰囲気があるかなっていう感じがします。はい、ということは次は 5X。 これはあれですね、エーススペックですね。うん、これは 5X いけますね。いけるね、うん、さっきよりかはしっかり感は出てくると思うんですけど、どうでしょうか。ワックルした感じはやっぱりちょっとしっかり感あります。全体的にこうなんか張り感がある感じですか。うん、うん、6X よりか、6S よりかは硬い気がする。へー、振りやすい。なんかちょっと戻りが鋭い感じがしますね。うん、うん、捕まらん。やっぱ捕まらないですね。ちょっと捕まらない。もう一球いきたいと思います。いややっぱちょっと間に合ってない感じが。うん、ということで 5X 打ってみました。やっぱ捕まんないですね。なんですけど、これシャフトが悪いんじゃないんですね。僕がちょっとこういう先があんまり動かないシャフト好きじゃないので、これがやっぱりそのベッドスプラックみたいに手元も硬いと全体的にちょっとついてきてくれるんですけど、手元がしなる分
一個来ない感じなんですけど、タイミング的には振りやすくて出玉もまっすぐ飛ぶんですよね。なんですけどその遅れる分フェースがちょっと開いちゃうって感じです。はい、これが 6X になるとどうか打ち比べてみたいと思います。はい、ということで次は 6X 打ってみたいと思います。さっきより重量感は出るので、さっきやっぱ 5X 振りやすいんですけど若干降りてこない感じがあるので 6X 打ってみてどうかなというところで打ってみたいと思います。普段はでも 6X とかですもんね、スペック、うん、普段というか、そう今までは基本 6X ぐらいで全部重量感も打ってたんですけど、うん、ベンタスブラックが若干多かったのでベンタスブラックだけ 5X です。なるほど、今までは全部 6X 持ってる感じがちょっと重たくて振りやすそう。あ、やっぱこの方が振りやすい感じはある、うん、そしてやっぱ振り遅れが変な、なんていうんですかね、右にファーって切れるというかフェード打ってるって感じがあって、この方が球は操ってるという、操ってるっていうそんないいもんじゃないですけど、この方が自分の中のイメージと合うっていう感じはあります。だから切り返しスムーズですもんね、うん、すごくタイミングが取りやすそう、そうクラブが降りてくる感じはある。やっと捕まった、ちょっと捕まった感じで、うん、なるほど。ということで 6X 打ってみました、うん、重量的にはやっぱこの辺が僕は振りやすいかなって感じです。なんですけどやっぱりあのその1個捕まんないっていうところが自分で捕まえに行かないといけないという形にもなってしまいますし、まあ、これを基本フェードでいいっていうんであればこれはめちゃめちゃ振りやすいです。左のミス怖がらずに振り抜けるんで、うん、チーピン持ちとかの人は本当にこれは安心して打てるシャフトになるんじゃないかなっていう感じがします。僕が早速打っていきたいのはグラファイトデザインさんの UB の 6S ですね。はい、これをちょっと打っていきたいと思います。はい、なんか色もブルーでいいですねこれ。ちょっと待ってください。ごめんなさい、ちょっとガヤが入ったんでヒールドヒール食っちゃいますよ。ごめんなさい、ちょっとめっちゃヒール、ちょっとよし、じゃあもう一回打ってみますね。ちょっとはい、ガヤなしで打ってみます。あ、これ打ちやすい。あれ今のは、あ、結構ロースクエスなんですけど 7X ぐらいの重さに感じて、結構普段 6S 使われてる方には結構しっかりめに感じるかもしれないです。すごくいいですね。じゃあ次 7X を打ってみたいと思います。はい、じゃあ 7X 打っていきます。あ、打ちやすい。いやいやいや、これちょっと普段 VR 打ってるんですけど、VR よりちょっと手元がしっかりした感じがありますね。あ、わ、すごい、今297。なんだこれ。もう一回いってみます。これちょっとしっかり振ったら結構飛ぶかもしれないですね。あ、先っぽ先っぽですけど見てください、これこれシャフトの効果ですね。めちゃくちゃ先っぽに当たってるんですけど300近くいってるっていう、これはちょっとすごいシャフトですね。これすごいですね。はい、なんか僕が使ってる VR ってちょっと真ん中先ぐらいが柔らかい感じなんですけど、振っててこれ結構真ん中先目しっかりしてて手元がこうちょっとしなってくれる感じなんで、僕にはすごいタイミング取りやすくてすごいいいですね。これもらっていいんですか。これダメです。ダメ、はい、ありがとうはい、はい、これは何ですか吉田さん。これは、はい、UB の 4R2。 これめちゃくちゃ柔らかいやつじゃないですか。これ、はい、スペック一番
柔らかいです。じゃあこういうのをちょっと僕みたいなのが振ったら、あ、柔らかいですね。どうなるかちょっと。全力で振らないよ。はい、タイミング合わせて。あ、打ちやすい。まあまあ振り切ってますけど。いやいやいや、すごい打ちやすいです。やっぱこういう柔らかいシャフトでも、あの、やっぱタイミング取らないと打てないので、すごく打ちやすいですね。わあ。スティング要求。全然ゆっくり振ってない。あ、ゆっくり振ります。どれぐらいで振った方がいいですかね。32、3。あ、これはちょっと女性とかにおすすめかもしれないですね。うん、すごい。これは捕まりやすいし、なんかこうシャフトの戻りがいいような、うん、戻りが早いですね、はい、本当ですね。これ皆さんおすすめです。グラファイトデザインさんの UB シリーズ、ぜひ使ってみてください。よいしょ、ナイス。うまく捕まえられた。このシャフトにするとちょっと初速出るんですよ。あー、なんかこの剛性感すごいっすね。やっぱり技術革新なんでしょうね。すごく